どうもレンジです。今回なんですけど、ついにハロウィンイベントが公開されましたので、こちら無料報酬確認しつつ、中国版の方ではね、さらにイベント内容がねたくさん公開されていましたので、こちら見ていきたいと思います。そして宣伝で大変本当に申し訳ないんですけど、ちょっと告知させてください。現在レンジ君ね、ニコニコ動画の方でロミオとシンデレラ歌ってみた投稿しまして、こちらね現在イベント参加中でして、まあ昨日 YouTube でもね動画出したんですけど、こちらねマイリストといいねボタンが増えるとランキングが上がると、で瞬間7位まで行ったんですけど、ちょっとまた下がってしまいまして、よかったらねレンジ君のこと応援してくれって方ね、ぜひ概要欄からねこちらの僕の歌ってみた動画 URL ありますので、ぜひね飛んでいただいて、ニコニコ動画アカウント持ってる方やね、まだ持ってないって方はね、作ってくれる方、よかったらマイリストといいねボタンポチッと押して聞いてもらえると嬉しいです。もう再生数もね444、僕の誕生日4月4日、ぜひねいつもお疲れレンジって思ってくださってる方いましたらね、ぜひぜひ応援してもらえると嬉しいです。はい、それではね本題のねハロウィンイベントもらわせていただきます。すいませんでした、告知ちょっと。こっからはねもうガツッとね、いきます。ではまずねハロウィンイベント、こちら中国版のウェイボっていうね、サイトの画像なんですが、第1週第2週とねイベントがありますと。そしてこちらねウォーミングアップイベント、としてこちらマッチングホールがね変わるっていうことで、これやばくないですか。え、めっちゃいいじゃん、超豪華ね。これが、まず第1週の、まあ、イベントとしてね、こんな感じで可愛いかぼちゃの、マッチングホールになるんだ。なるほどね。で、これが第1週。で、まだね、いっぱいあるんですよ、今回。はい。このように、ポストマンの、SSR 衣装、亡霊が、もう再販。うわ、待って、これめっちゃ欲しいやつ。これね、すごい人気で、まあ、ポストマンね、最近いろんなイベントがあってね、ビクター君推しはね、ゲットしたいですね。はい、そしてこちらがね、オフェンスと泥棒の SR 携帯品も、このようにイベントショップで販売されるっていう。へぇ、かわいい、これ。こっちが泥棒かな？めっちゃ可愛いね。はい、で、さらにはこんな感じでパズルがありますね。これね、可愛いよね。一応、患者と心理。で、なんかね、このリア充スタンプがあったりするんですけど、これでちょっと遊べたりするのかな？はい。で、あ、これマジで期待されてるやつじゃん。もうずっとみんなが欲しいやつね。これ、陥落起用ってやつかな？はい、この BGM ですよね、陥落起用。あ、これはね、本当にハンターの、こっちがハンターの方かな？ハンターとサバイバーであるとは思うんだけど、このハンターの方がね、なんか異様に人気なんですよね、この BGM。もう確かになんかこう、なんだろう、追ってる感というかね、なんかテンション上がってくるよね。これ聞くと。すごいこう、中二心そそるというかね、対戦してる感半端ないんでね、いやこれかっこいいね。これ絶対にゲットしていきましょう。一応人気な BGM としてね、こちらありますので、初心者の方も、このね BGM はねゲットしておいて損はないと思います。でさらに第1週まだあるんだよね。第1週たくさんあるね。こちらねフェニックス脳幹視の UR 衣装、あ、これ再販されるんだ、めっちゃ嬉しいじゃん。うん、このね脳幹視の衣装ね、すっごい豪華な、イメージなので、これはね、ほんと、イソペ推しはね、もう絶対必見ですね。で、この SSR 携帯品とね、セットで、なんか、脳幹がね、すごい変わって、超豪華になるんでね。はい、これチェックですね。で、さらには、こちら。あ、今回の、ハロウィンのね、あ、曲芸、あ、これ一応曲芸 UR の衣装ですね。後でまた紹介するんですが。で、これアイコンアーク。え、これめっちゃいいじゃん、アイコンアーク。え、めっちゃ可愛い、この悪魔みたいなね、なんか角が生えて。かぼちゃは右下にあって、これマジでゲットしたいですね。うん、こちらが、あ、なんか料理か、料理かわいい、これ飴かな、かぼちゃ飴みたいなのと、かぼちゃの入れ物のポップコーンですかね、これと、かぼちゃのなんか、なんだろう、これ美味しそうなやつ。これ酒なのかな、一応。酒が入ってるのかな、これヘレナとかにあげれないんかね。これがね、まあ第1週ということでね、いやマジで豪華すぎる。でさらにね、はい、第2週で、ここからがね、さらに本腰が入ってくると。これマジですごいんですよね。これ確か無料イベントかな、無料アイテムのその冒険イベントみたいなのが始まりますね、ハロウィンイベントで。でこれちょっと詳しく見ると、こんな感じで、はい、月を出すそうみたいな書いてますが、はい、これね多分だけど、こういうイベントステージに入って、これ迷路みたいなクリアするのかな。なんか見た感じ、なんかその迷路脱出みたいな、イベントでしたので、いや、これ面白そうだね。なんか動物の森みたいになってるけど。こっち行ったらあっち行ったりして、で、これをね、まあ、ステージ2つあるのかな？これ、教会っぽいのと、なんか、ね、なんか赤の教会っぽいのが2つありますが、これね、イベントクリアすることによって、今回、これ、このハロウィンの家具がもらえるっていうね、そしてこの落書き、めっちゃ可愛いじゃん。このね、無料イベントね、
はい、こんな感じで、うわめっちゃ可愛い。これ全部で5個もらえるのかな。あ、なんか左下にもある。これなんだろうな。超豪華なんだけど、うん、これもイベントかな。いやちょっとね、まあ、この全部で3つあるのかな、イベントステージが。はい、なんでこの第2週もねすごく楽しみですね。ちょっと個人的に迷路ちょっとやってみたいね。あ、これマジでこれやばい。これバーメイドの SSR 衣装、これねラスダンのコスプレみたいなやつ。これもう完全ラスダンじゃん。すごっ。これすごくね。デミ姉ちゃんの、ラスダンコスプレ衣装がね SSR 衣装としてねこんな感じで登場と。めっちゃ可愛いし、しかもお酒が骸骨になって変わってる。すごいね。なんか関係あるのかな。ラスダンね、本当に、血の女王の方でもね、かなり人気な衣装なんですが、これ、バーメイドね、最近本当環境キャラでね、ランクはめちゃくちゃ強いし、この黒いから、なんかもう、ね、試合にも使えそうだし、これマジで欲しいね。SR 衣装として、もう、これ、SR も SSR もね、遜色ないぐらいすごい豪華ですよね。これ、ろう人形の、このね、ハロウィン仕様なのかな。はい、こちらのね SR 衣装もゲットできると。でさらに大人に行きますと、これね共通 SR のねウサギコウモリっていう SR 携帯品みたい。めっちゃ可愛い。これなんかペットとしても出てほしいですね。これすごい可愛いウサギコウモリね。でこれセットとしてジャックオランタンっていうねバーメイドの特殊アクション。うわこれもう揃えるしかないでしょう。このねラスダンバーメイドとこのねジャックオランタン、もう絶対人気になるじゃん。もうこれもう分かる。ラスダンのこのバーメイドもう今見ても人気になるの分かりますね。はい、こちらね第2週イベントね絶対にゲットしていきましょう。ただこちらのねデミネラスダン衣装なんですけど、これの入手方法がイベントコインなんですよね。でこのイベントコインがそのタスクをクリアしてもらえるイベントコインだったら最高なんですけど、この今回今やってるねポスマンのね、SSR レベルアップイベントがこれナッツコインとか言ってね、もうほんと可愛いこと言って、もうエコーの課金なんで、はい、ちょっとね、このイベント始まって次第ですかね、イベントコインで、まあ、一応こちらね、全部もらえるみたいなので、まあ、ただハロウィンイベントってほんとね、無料でね、ほとんど、今までだったらね、ゲットできるね、イベントだと思いますので、うん。まあ、多分無料だとは思うんだけど、まあ、このイベントコインね、第5運営がどういう風な解釈なのかね、ちょっと、始まってからのお楽しみかもですね。でこちらがねラスト、これね曲芸師 UR。 いやーついに来ましたね。これ結構レンジ君前からね言ってたんですけど、もうほんと今年の最初ぐらいからずっと言った気がするんですけど、曲芸師 UR 衣装と、こちらね SSR 携帯品、こちらのね、ショップ販売されますと、まあエコゲンにはなってしまいますが、もう豪華なのは確定ですよね。見た感じうわーすごっ。UR やばいな曲芸。まあね限定のやつとかがあるけど UR これが出るの初めてか。いやめっちゃいいですね。もうこれちょっと課金したいな。でも今回囚人のね太宰治ブンストコラボもあるからちょっとねほんと悩みますよね。でこちらがね家具ですかね。お家具も可愛い。もう一応ね巨漢ガチ勢の方はねこれはもう買うんじゃないでしょうか。何これ、なんか口開いてんだけど。これなんか可愛いね。置きたいな。で、なんか、イエーイってやってる家具と、あ、これなんか光りそうだね。光りそうな。うん。こっちの2種類、光ったらこうなるのかな。で、可愛い。で、この金のかぼちゃみたいな。めっちゃ可愛いね。てか、ハロウィンイベント豪華すぎない？本当に。まあ、さすがやっぱね、第五人格ね。やっぱホラゲーなんで、ハロウィンイベントにはもうすごい力がこもってるイメージですね。ここまでご視聴ありがとうございました。今回はね、ハロウィンイベント一気にまとめたんですけど、やっぱりね、個人的にはね、やっぱどうしてもこれが一強な気がするね。バーメイド SSR 衣装の、ラスダン。これはね、もうほんと今からでもね、デミネ練習してね、この衣装使いたいぐらいね、モチベ上がる、超可愛い衣装なんですが、もう絶対人気になることはね、もう間違いない衣装ですよね。まあ、ただこれね、イベントコインね、まあ、これがね、ちょっと無料なのかが微妙ですね。ただ、まあ、ハロウィンイベントってやっぱイベントね、ほとんど無料でね、もらえるイベントなんで、まあ、ちょっとここ課金になるか微妙ですよね。
まあ、これがね、対戦タスクとかでもらえるイベントコインだったら最高なんですが、まあ、ちょっとここは楽しみにしていきましょう。他にもね、いっぱいアイテムありますのでね、ぜひね、まあ、忙しい方もね、まあ、どれかね、ちょっとこれは欲しいなっていうのをね、ちょっと決めてね、ぜひぜひ一つでもね、ゲットしてみてください。イベント期間なんですが、10月20日からメンテナンス後の11月9日までなので、これね、そんな長くないね、まあ、ハロウィン期間っていう感じなんで、はい、ぜひね、期間注意して、遊んでいきましょう。それではまた、こんな感じでね、最新情報出していきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録やいいねボタンポチッと、そしてレンジ君のね、ロミオとシンデレラ歌ってみたイベントをね、ぜひぜひね、遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れレンジ。